それでは、今日はまたこれは玉売りで売っていたものなんですけれども、カラーですね。この今お花を買ってきたのが3月の20日ですね。20日21日、ちょうど連休にかかってしまいまして、ちょっと買ってきたお花をねもう飾れなくてそのまんまになっちゃったんで、ちょっと日数が経っちゃったので、ちょっとあんまりお花がよくなくなってきちゃったので、ちょっと今一つなんですけれども、ちょっと動画を撮っている時間がなくってそのままになってしまいました。すみません。こちらの束もうね、これ綺麗に組み合わせてくださってます、花屋さんが。もうこれで十分綺麗ですね。はっきり言ってもう下をちょっと切るだけでいいと思います。枝はペキッと折った方がいいですね。もうこのままで十分綺麗だと思います。なので今回のは特に飾るところを解説するっていうところことはほとんどない状態なんですけど、この白いカラーはだいたい3月ぐらい、まあ、年末に出ることもあるんですけど、年末ぐらいは赤とかピンクとか色のついたカラーが多いです。オレンジとか。この今の時期日本のカラーが着られ始めます。だいたい3月ぐらいに出て、また4月、この白いのは3月4月ぐらいですね。他にグリーンとかクリーム色とかがだんだん5、6、7月、8月ぐらいになると出ます。で後半8月、9月ぐらいが赤が増えてきて、また秋の色のカラーになっていく感じですね。だいたいちょっと季節でカラーは種類が変わります。この真っ白いカラーはだいたい春先が一番出てますね。一年中ないことはないんですけど、だいたい3月から4月ぐらいが多いです。この普通の白いカラーですね。茎が腐りやすいのでお水は少なめに、もっと少なくてもいいかなと思うんですけど、今5センチぐらい入ってますが、もっと少なくてもいいです。特にこれから夏場にかけては少ない方がいいお花ですね。今3月なのでチューリップが一緒に入っていますけれども、これカラー2本とグリーンだけとか、これもチューリップもそうなんですけど、茎がスーッと伸びたお花ですので、なるべくもさもさしないものを合わせた方がいいです。これ今季節なのでまた小手まりが入っていますけれども、前みたいに使ったみたいにこういう葉物だけとか、長いのでもいいです。こういうのでももちろんあんまりいろいろ入らない方がカラーらしさっていうのは引き出せますね。あとはちょっとお花ですと、まっすぐ出ててラインのお花、これグラジオラスですね。グラジオラスは一年中あります。こういうの合わせても綺麗です。これちょっとねあんまり良くない見本で、買ってきた時にこの上のつぼみが全部ついてたんですね。だまあ案の定なんですけど、これ予想通りなんですが、上の方は枯れてきてます。これお花屋さんでよく折ってあります。先っぽ5センチとか10センチぐらい、こうやって、これは別にお花屋さんがこう良くないことをしているわけじゃなくて、こう取っておくことでつぼみが開くんですね。これ今こんだけ長く折ったんですけど、お花屋さんでこれぐらいまで折ってくれてあるとこっちのつぼみも咲いてくることもあります。小さすぎるつぼみつけておくと栄養が取られちゃうので取った方がいいです。これどんなお花でも共通ですね。こういうのを入れてもいいです。 あんまりまあすっきりさせて見せたいんであれば、あんまり他の色とか他のコテコテしたお花は入れない方が綺麗ですね。白なら白だけとか、もちろん他のお花入れてもいいんですけど、ただお花の形としてはこういうスッとしたものだけを高さを長く飾った方がお花カラーだっていうこのお花らしさは生かすことができるかと思います。もちろんアレンジメントとかだと頭だけとか使ってますけど、この花姿全部を綺麗に見るんでだったら、まっすぐ長くあんまり邪魔をしないように飾った方が綺麗ですね。